このチャンネルでは淡路島の5人殺害事件についてたびたび取り上げてるんですけども実はブログの方で実録淡路島5人殺害事件として不定期連載をやってますえこの動画の説明欄にアドレスを書いておりますのでそこにアクセスしてぜひご覧ください今第4回までやってで4回目はついにえその事件当日ですね そのことを生々しく書いております実はこの裁判事実上も全部膨張した状態でそれで事件の全容というのは大体把握していますで、さらにですね独自に入手した資料もありましてこれは例えば、えー、犯人の平野達彦が 2010年6月3日にとある団体へ送ったメールなんですけどもハイテク兵器悪用者リストというものが書かれていますまあこれは平野達彦が言うところのテクノロジー犯罪の加害者の一覧ですねでさらにねこのエクセルのファイルに細かい字で、えー、国家犯罪被害記録といって今までの経過を書いてあるんですけどこれごく一部で、えー ああと何枚もありますこれを見ると、まあ、今までマスコミとかでもあり報道されてない話も出てくるんですね裁判で出てここなかったこともあります、えー、平野達彦の近所の、ね、2軒の家が、まあ、被害に遭ったわけなんですけども実はもう少し離れたところの家とかあと洲本、えー、市の市議会議員あと淡路市市長 さらにはですね、近くの警察署の署員とかですね、あと病院の副院長といったものも、えー、挙げられてます。で、これさらに増えてるんですね、これ2010年ですから、えー、2015年まで5年間、たびたびこういったメールを送ってたみたいなんです。で、そのたびにこの、えー、加害者の名前も増えてたっていう状況です。 それで実は平野達彦に高知町で会ったこともありましてで私の印象だともうごく普通の人に見えるんですねえ逆に私に対して事前に何も連絡なしにいきなり会いに来るのは非常識じゃないかみたいなことを言われたんですよまあ確かにそうなんですけどねそれでじゃあということでえ今度はまた手紙を送ってそれで改めて会いに行ったんですけど今度はね 懲罰網に入ってるから会えないっていうふうに刑務官の方から言われてねそれで裁判で精神鑑定された方も言ってたんですけども平野達彦はまあごく普通に見えると普段はそしてまあ社会生活も普通に遅れると一見するとところがこの電磁波 犯罪とかテクノロジー犯罪とかね集団ストーカーとかに話になると一気におかしくなると病的になるとただその部分を除けばね例えばまあ女性と交際してたような利益もあるので、えー、普通の人なんですよ私もまあそういう印象を受けました今回の事件裁判でも平野達彦は精神障害者だとでなおかつその精神障害というものがね犯行の原因に 密接に関わってるので、まあ、それで師弟回避で減刑されたっていうことがあるんですけども。まあ、そのためにこの事件っていうのは今後実力者の本とか、そういうのもなかなか出てこないんじゃないかと思います。2つ理由があって1つはですね。やっぱ精神障害っていうのが関わると、法律上は減刑されとかされたりとかですね。で、過去には無罪に。なって るるというかもううか無罪ににあるような事件は不寄所にされちゃうんですね例えばヘイトクライムって話題になったかなり前のことなんですけども大阪でね在日コリアンの人は日本人なら誰でもよか,よかったって言って通り魔的に人を殺した事件があったんだけどもあんな,のなんかもう完全に頭おかしいっていう状態だったんで、えー、不起訴になってるんですねでここでおかしいのがその罪の刑事と罪の敬重 どれだけ詳細に報道するかっていうことがどうもリンクしてしてまうんですねどうもね日本の報道機関まあこれは報道機関に限らないんですけど、まあ日本全体の雰囲気として何か詳細に報道するっていうことはそれ自体が懲罰というかさらしあの吊るし上げとかそういう意味合いを持ってるというふうに思われてるところがあって。だから 精神障害者だということで罪が減刑されるなら報道される具合も少なくなるっていうどうもそういう傾向があるんですよ。まあもちろんそれ僕は間違いだと思うんですよ。報道っていうのはやっぱりそのニュース自体の価値ですね。どれだけの人が関心を持ってるか、じゃあどれだけ世の中に知られるべきかとかね、まあどれだけ希少価値があるかとかそういう観点で報道されるべきだと思うんですけども、どうもね、えー、罪の刑重に リンクさせよううとと考えてしまうとこれはもう,もう国民全体とか司法の責任もあると思いますね裁判所もそういう傾向があるんでね名誉毀損とかそういう判断をするにあたって。であともう一つの理由は精神障害者による犯罪という取り上げ方をするとそれが差別を助長するということになるのではないかと、まあ、ここもね表裏一体のことがあってね。 例えばまあ一審で死刑になってえこの事件は精神障害によるものではないっていうようなことになってればうんそういうことはないのかもしれないけどもう二審ではね精神障害そのものがねそのこの殺人に至ったこの暴力性とリンクしてるっていうふうな言われ方をされてますのでそうするとやっぱ精神障害者というのは危険なのではないか。 という議論になってくるわけですよやっぱり障害者っていうところでちょっと配慮してしまうと例えば、まあ、津久井山百合園の時点だとね、えー、障害を持っているからって。 と言って存在価値がないことはないってね、今一生懸命マスコミがそういう障害者差別はおらないようにってやってますけども、まあもちろん、つくやまゆれ、あそこはどっちかというと知的障害とかそっちの方ですからね。平野達彦の場合は精神障害なので、あの知的障害と精神障害で違いますからね。えー、また別の考えになるんですけども、ただそれは言っても、じゃあ精神障害者だったらね、えー、危ないのかと、えー、閉じ込めておかないといけないのかっていうことになっちゃうので、 そこもマスコミとしても非常に議論しづらいただ僕はそのあたりは、ね、これも精神障害者だからじゃあ殺人を起こしたっていうあたりには僕はちょっと違うなと思うところもあるんですよそこはまた今後、えー、連載記事の中で触れていこうかと思いますということでねぜひ動画だけじゃなくて、えー、自転車のサイトの方もご覧いただければと思います